よう、リズ、何しているんだ？あ、キリト、今シリカの店に顔を出そうかと思って。へえ、なら俺も付き合うよ。肉まん食べたいし。あんた、一日に一個は必ず食べてるんじゃない？もうすっかり常連だよ。シリカにとってはありがたい存在ね。それはそうと、顔を出す前にケーキ屋に寄っていい？差し入れでも買っていこうと思って。もちろん構わないよ、買っていこうぜ。やっほー、シリカって、あれ、いないわね。今日はもう店を閉めたみたいだな。あらら、残念。ま、繁盛しているならそれに越したことはないわ。じゃあシリカをメッセージで呼び出して、どこかで差し入れのケーキでも食べましょうよ。そうだな、座れる場所に行こう。初めて食べるけど、なかなかの味だわ。今度はシリカとも一緒に食べたいわね。シリカ、今素材集め中なんだって？みたいね。効率のいい素材集めのルートを見つけたってメッセージに書いてあったわ。まあ無理に呼びつけてもかわいそうだし、差し入れはまた改めて買ってきてあげましょう。そうだな。しかし、あの子も大したものね。こうしてちゃんとお店を回しているんだもの。お店経営の先輩として助けてあげるみたいに思ってたんだけどさ。それどころか、あの子とあんたにいろいろ助けてもらっちゃったわね。俺は別に大したことはしてないよ。何言ってんのよ。私はビギナーだっていうすごく大きなことに気づかされたんだから。ということで、改めてありがとうね。うん、わかった。シリカもリズのために頑張っていたよな。そうなのよね。看板の素材集めの時、あの子パンツ丸出しで頑張ってくれたじゃない。うん。あ、いや見てないけど。今のは確実に見た反応だったじゃない。まあその話は今度にしておいて、実はあの時ね、ちょっと泣きそうになっちゃったりしたりして。あんなにリズのことを思っていたんだもんな。なんでこの子はこんなにいい子なんだろうってね。だからね、シリカに思ってもらった分だけ、私もシリカに頼ってもらいたい。私にできることは限られてるかもしれないけどさ。リズは本当にシリカのことが好きなんだな。そりゃ自慢の妹だもの。これからも姉妹で支え合ってお店を切り盛りしていくわよ。ということで、今後とも二人のお店をよろしく。もちろん、これからも使わせてもらうよ。いや、シリカ、今日は肉まん屋は？こんにちは、キリトさん。今は NPC に店を頼んで、私は買い出し中です。確かに、ずっと店に張り付いているわけにもいかないもんな。あの、せっかくですからカフェでお話でもどうですか？なあ、俺は構わないよ。このお茶
すごく美味しいですね。お店でお茶を出すとすれば何を素材にすればいいんだろう。森の泉で採れる葉っぱなら、いやでも取ってくるのが大変そうだし。シリカ、今ちょっと考えてることが商人っぽかったぞ。もしかして癖になっちゃってるのかも。けど肉まん屋さんをやって本当に良かったって思います。うん、シリカの顔を見ていればわかるよ。何もないところから皆さんに協力してもらってお店を作って本当に感謝です。リズも、シリカが店を持つって言った時嬉しかったんじゃないかな。お店を持つ仲間が増えたからでしょうか。それもあるだろうし、他にも。他ですか。きっとシリカの力になりたかったんじゃないかな。え、むしろ迷惑だって思われそうですけど。逆だよ、頼られることが嬉しかったと思うぜ。シリカのこと可愛い妹だってずっと言っていたし。私いつも冗談でリズさんのことをお姉さんみたいって言ったりするんですけど、実は本当にお姉さんだったらいいなって思うことがいっぱいあります。リズもきっとそう思っているよ。なんだかちょっとくすぐったい気持ちになりますね。私リズさんのこと大好きですし、ずっと仲良くしていきたいです。二人なら仲良くいられるはずだよ。はい。ですけどお互いに絶対負けられないって思うところもあるんです。負けられないところってお店の売り上げとか。それは秘密です。さあお店に戻って肉まんを補充しなきゃです。これからもうちの肉まんをご贔屓にしてくださいね。沈黙の賢者の洞窟ね。よう、シノ、何しているんだ。ああ、キリト、今クエスト情報を見ていたの。どれどれ。これは俺もやったことないな。クエストの内容は単純なお使いイベントみたいね。ただダンジョンに変わったトラップがあるらしくて。変わったトラップ。ダンジョンの中で大きな声を出したらモンスターが大量に押し寄せるんですって。へえ、警報トラップみたいなものかな。かなり高難度らしくてクリアしたプレイヤーも少ないとか。でも声を上げないくらい何とでもなりそうなのにね。なのにクリアしたプレイヤーが少ないってことは大きな声を出させるような仕掛けがあるんじゃないか。お化け屋敷みたいなこと。うん、そうそう、安全だと思わせておいて突然モンスターが出てきたり。それでも子供騙し程度じゃない。じゃあさ、一緒に挑戦してみないか。私とお化け屋敷に行きたいの。言っておくけど怖くて飛びつくとかしないわよ。いや、そういうことじゃなくて単純に面白そうだから。まあいいわ、行ってみましょうか。誰かさんが怖くなったら手をつないであげるから安心して。俺も別に怖いとかないからな。結構奥まで進んだわね。案の定プレイヤーを驚かすような仕掛けがあちこちにあるな。モンスターの配置だったり、突然ダンジョン内の松明が消えたりね。落ち着いて、敵がポップしてきただけ。ヒュッ。びっくりした。
た。シノア、ありがとう。どういたしまして。けど大声を出さないように注意しなさいよ。今危なかったじゃない。突然真横にモンスターがポップしてきたらそりゃ焦る。ん？ちょっと何よ。シノンの横の壁、虫っぽいのがぎっしりいないか。え？あ、落ち着けシノン。あんたね、言われなきゃ気づかなかったんだから黙ってればいいじゃない。確かにごめん。はあ、思った以上に疲れるクエストだな。ずっと気を張りっぱなしだものね。な、シノ、あの奥の部屋が目的地じゃないか。泉の湧く部屋？間違いなさそうね。やった！って喜んで大声を出したら意味ないわよね。ああ、あそこでアイテムを取るまでは気を抜かないようにな。それじゃ慎重に進んで。え？がっ、しまった、落とし穴か。ぐモンスターが押し寄せるような気配はない。シノンもよく声を上げなかったな。おい、シノン、無事か？ええ、大丈夫。どうしたんだ？だって、あんた！静かに、モンスターに感知される。落ち着いて、せっかくここまで来たんだ。失敗したくないだろ。どうしたんだよ。さっきまでどんなことが起きても叫ばずに。もっと、何？手？手って何のこと？で、うわっ、ごめん。とにかくこの穴から脱出しよう。立ち上がって、シノ。なんとか上がってこられたな。よかった、大した深さの穴じゃなくて。あの、シノンさん。いろいろ言いたいことはあるけど、ひとまず後にするわ。悪気はなかったようだしね。声を上げちゃいけないってことに気を取られてて、しかし参ったな。モンスターがどんどん集まり出してる。ここから奥の部屋に行ってアイテムを取るのは難しそうだな。目の前まで来たのに。けど脱出ならできそうだ。行けるか、シノ。ええ、大丈夫。よし、手薄なあの辺りから突破しよう。わかった、行きましょう。随分と走ったな。ほんとね。確かに高難度のクエストだったな。もうダンジョン内はモンスターだらけだ。このクエストは一度破棄するしかない。モンスターでもトラップでもなく、人相手に叫ぶことになるとは想定外だったわ。その件についてはすみませんでした。あ、嫌味のつもりじゃないの。ただの感想。もう怒ってないから。それにしてもあんたが言っていた通り、安心したところでびっくりさせられたわね。安心って？落とし穴に落ちた時、暗くて何がどうなっているかもわからなくて、そんな時にあんたの声が聞こえたから、その安心したの。ああ、うん。けどその後あんなことをされて。思い出したら怒りがこみ上げてきた。もう怒ってないって言ったじゃないか。冗談よ。でも
もし反省しているなら、またこのクエストに付き合ってくれない？次こそ絶対にクリアするから。おう、最後まで付き合うよ。ただし、次も同じことしたらモンスターの群れの中に飛び込んでもらうからね。はい、ダンジョン内のどんな仕掛けよりもシノンの方が怖い気がする。Thank you.
グッジョブ。いいぞ。最高だ。
いいぞ。どうかした？回復する。回復する。やるな。行くぞ。わかった。行くぞ。いいぞ。いいぞ。やってみる。
いいぞ。よかった。状態異常か。体力チェイ。竹取りできるか。竹取り受ける。